おはようございます。9月11日朝4時ちょっと過ぎの相場解説になります。今日もよろしくお願いします。まずね、私は週足を見ていただきたいんですけども、いかがでしょうか。この週足ですね、意識するのはこちらの方ですね、右側になりますけども、この辺り、この辺りを意識していただきたいと思います。こういうふうに下降線になってるでしょ。こっちは上昇ラインなんですよ。ちょっと細かくというかクローズアップしたところ出しましょうか。これですね、こういう風な形で推移してるのが分かると思うんですよ。ここはまあ V の字で切り替わってるんですけどね、こういう風に。で、今ここなんですよね。ですんで大きな流れでは売りの方に向かっているんではないかなと思う。それが前提です。で、それをもとにね、デイリーを見てみると、デイリーね、全体的にはこういう風に下がっているところがあると思います。こういう風にね。で、この辺っていうのはまだ横ばいに見えるんですよね、この辺りは。ですんでちょっと難しいところになってきます。なんでこれが横ばいになってるかっていうと、4時間以下がやっぱりね、買いの勢力になってるからだと思うんですよ。では4時間を見てみましょう。4時間が買いの勢力なのは、そうですね、ここからここへ切り上がって、ここにも切り上がってって形です。ただ反面こっちはこういう風に下がってるわけですよね。で、全体的に見るとまた収束に入ったんではないかなっていう形が見えます。収束に入るってことはどちらかにブレイクするって形ですけども、私は前回同様下の方にブレイクするっていう風に見てるんですよね。で、1時間の方でさらに細かく見ています。はい、1時間でございます。前回1時間はこういう風な収束からブレイクで下の方に行くよって言って下の方行きましたね。その後大きく上に上がったんで、ちょっと私難しいんじゃないかなと、これは予測が難しいよって言ったんですけども、どうもね、ここからですね、上というよりも下の方に推移してるんじゃないかなと見えますんで、やっぱりもう一回下の方にセルで取れるチャンスが来るんじゃないかなというふうに見てるんですよ。ここまでね、相場解説またお届けしたんですけども、まあお分かりだと思いますけども、いつもいつも言ってることは一緒です。特に新しい理論理屈とかね、出てくることはなくて、おそらくね、あ、いつも言ってるあれってそういうことだったのかっていうふうな気づきが重なっていってると思うんですよ。まあそんな形でね、私の相場解説見ていただければと思います。前回もお話ししましたけども、何名かの方からはもうすでにね、期待の声が上がっております。それは毎日必要な基礎用語とかね、ノウハウを100話ぐらいに詰め込んだものを、提供すると、販売提供するっていうものだったんですけども、インフォトーブ、インフォカートの方に、価格をつけてね、20万、30万みたいな形で出そうかと思ったんですけど、それはちょっとやめてですね、もっともっとぐーっと安い価格で、この相場解説ではまだ足りないよと、ちょっと教材見たものなんかないのかと、しかも毎日送られてきて、1日2、3分ですんでね、で、知らないうちに力がついてると。そういうものはないかってことで、ちょっと作ろうかと思ってます。ですのでこちらの方に入っていただくと、多分ね、使えていくのは年末年始ぐらいだと思います。ですので3ヶ月ぐらいはしっかりと力を貯めるために毎日学習するってことになると思いますよね。チャートや相場解説に向き合う時間は少し減らしてでも、そちらの基礎を固めたいって方向けでございます。これはかなり期待できるんではないかなと思います。値段はね、全然心配ない金額にしようかと思いますけども、だからといってね、3000円とか5000円で出すってものではありませんので、そこはちょっとそこそこのものだと思っていただければと思います。ただそうですね、私のね、1日のトレードでの利益っていうのが1万から5万なんですけども、その間に収まるようにはしようかと思うんですよね。力がついたら1日で、ペイできるような、そんな価格設定にしようかとは思っております。それではね、相場解説自体は今週は終わりなんですけども、また来週からかな、来週からしっかりやっていきたいと思います。14日からで、今週はね、今日とあと明日の朝ちょっとなんですけども、エントリーするところはもうちょっと探せないと思うんですよ。エントリーするとしたら売りで入ろうかと思いますけども、この動きがね、まだ小刻みなんで、手数料の負担がちょっと大きいんですよね、このぐらいの小刻みだと。ですので私はちょっと今まだね、今日明日あたりはエントリーすることを推奨しません。今週もありがとうございました。以上でございます。失礼します。